うわマジで。いや今日やめましょう。やらんでしょ。混浴女の子の声聞こえるんですよ。はい、OK です。行きましょう。いや、これ多分泥だらけなんでしょうね、今日ね。そうっすか。でも、もう早速水が。ふう、ここはよくあのカモシカいますもんね。ああ、可愛い顔してますよね、カモシカって僕。はあ、この間の、おお、ぶね。あ、逆にディスられてるってことですね。あれカモシカ用の話って細くて美しいじゃなくて短足だねって言ってる。帰ってからの洗車が楽しみだ。つかトランプの中が泥だらけになるな。軽トラのいいとこはそれじゃないですか。だからトランプでザーッとね洗い流せるから。ああですね。うわぶね。埋まる。もう撤回したっすかさっき。今日大丈夫でしょっつって。うわすげえな。わだちも深くなってんな。なかなかや。いやでもこれは面白くなってますね。ねえ。石が。露出して。今日できればあの展望台あるじゃないですか。展望台っていうか見晴らしがいいところ、あの周辺にあるでしょ。なんか林道が、はい、なんか左側入るところがいっぱいあるんですけど、あっちちょっと見たいんですけどね。いた？へえ。右上？右上。見たかった。うわマジで。めちゃめちゃ埋まってましたよ今。あよかった。右側はそんな埋まらなかった。なんかそういえば鉄塔ぶっ倒れてましたもんね。静岡、はあ、すごいことじゃないですかね。地盤が緩んで倒れたんですよね。あ、そう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 。メガネって全然曇らないですか。僕ほら裸眼だからゴミっていうか虫が入るじゃないですかよく。だからまあこれゴーグルつけるヘルメットじゃないから。メガネか、なんていうの、伊達メかなんかかけようかなと思って、ゴミを防ぐのに。うぅ、あー、なるほど。ほんとだ。へー、あ、やった後ありますね。いや、やりました。やりました。どうでした。あ、上がれました。すごい。今日はでもちょっとチュルチュルじゃないです。マジで。いや今日やめましょう。2人だとなんかねあれだよね。いや3、4人いるならやってもいいですけど。うん、でも一応上がった形跡ありますもんね。ねえ、本当の人はそっち行くんだよね。はい、本当の人はそうですね。僕ら本当じゃないですからね。よいしょ。さあじゃあ休憩も終わって、いや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 、いかんすいかんすよ。やらんでしょ本気。おお、もういった、すげえ、すごいな。いやでもギリだったな今。今のはね、パワーを調整しました。あ、調整したっすか。いやいや、お見事お見事。すごいっすね。
最後塗るって言ってましたもんね。塗るって言ってましたね。すげえいいもの見せてもらった。よし行きますか。よし、うわすげえこっから埋まるやん。いきなり手前からめっちゃ埋まる。予想外。あ、追いかける。よし、うわまたここ、あヘラコちゃん、どこまで行っちゃった、どこまで行っちゃったかな。よいしょ、なんとか今追いかけてます。全然見えないけど、よいしょ、うい、よし、お待たせしました。あ、この面白いとこ行くんだ。ここいいっすね、ここ。ここもまたなんか荒れてそうだな。ないっすかね。なんかでも走った感じそこまでひどくなってないっすね。ちょっとぬかるみが増えてるぐらいで。うわ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 、跳ねる跳ねる、よいしょ、すごいな、ここの丸太流されないんだやっぱり。すごい、よいしょ、あー無事生還した、クリアしました、よいしょ、気持ちいいな、あー気持ちいいっす。なんでこんな楽しい遊びはみんなやらないんですかね。なるほどなるほどなるほど、頭がいいから。本当にこんな僕林道ハマると思ってなかったですからね、マジで。でもオンロードのツーリングも行きたいんだよな、そろそろ。マジで全然行ってないですからね、オンロードは。いやー行きたいですよ、だからほぼ一泊二日で行きたいですよ。ああねえ、いいな長野。伊豆に昔あれ大晦日だったかな、なんか12月とか1月ぐらいに男友達3人と、昔の話ですよ、混浴入り込んだやつって、なんか伊豆にあるんですよ、無料で夜行ったっすよ。まず明かりが全くなくて真っ暗なんですよ。女の子の声聞こえるんですよ、これは来たっつって、見に来てるだけで入る気はないですみたいな、なんでやねん、そんなもん来んじゃねえよみたいな、神のサバニャ。ガチが入るって言うんだから変な期待持たせんじゃねえよみたいなね。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。